はい、皆さんこんにちは、ワークマンアンバサダーのサリーです。今日9月上旬ということですね、ワークマンに行ってきましたので、ちょっとお買い物レポを見ていきたいと思います。入り口を入るとですね、これあれですね、YouTuber のアンバサダーの和彦さんがプロデュースしたスウェットシェルシャツなんか置いてありました。これね、多分ね、初めて出た新作じゃないかなと思います。商品名が耐久撥水ストレッチウィンドピステ980円です。結構なんかね、シンプルなデザインでいいですよね。はい、あとこちらはですね、ワークマンが手掛けたスーツですね。ジャケット2900円、ソロテックスリバーシブルワークスーツジャケット、ベージュが、新色になってます。 あとこれはですね、私が作ったライトサリーパーカー、もともと春夏商品だったんですけれども、色味的に結構ね、秋冬でもいけるカラーになってますので、ぜひこちらもチェックしていただければなと思います。あとこちらは、コットンポンチョですね。焚き火なんかやるときに上からすっぽり着れるタイプ、2900円です。あとね、これも今季の初商品ですね、ユーティリティモツコートという商品になります。結構薄手でね、羽織れる感じのシンプルなおしゃれなコートかなと思います。2900円です。カラーがね、このマリンブルーというオイルとブラックがありました。もうちょっとね、なんだろう、ブラウン系とかあったら着やすいかなと個人的には思いました。はい、続きまして、私のコットンキャンパーも置いておりました。ちっちゃくね、乗ってますね、2900円です。本当にね、キャンプやられる方もやられない方もですね、着やすいアウターとなっております。でこのね、新色が、サギパープルという、小豆色っていうんですかね、この色ですので、ぜひですね、男女どちらでも素敵なお色かと思いますので、チェックしてみてください。あともうね、結構冬物出てきていましたね。ジャケット系出てます。あ、これがね、私この間前回来た時購入したボアフリースのカーディガンになるのかな、アウターみたいな、インナーにもなるか、アウターにもなるみたいなものなんですけど、こちら980円です。これ安い。アイボリーをね、前回購入しました。でこちらがですね、去年本当に私もよく着たユーロボアのリバーシブルで着られる防風のジャケットです。このバンダナ柄が、今年の新色ですね。2900円なんですけど、かなり冬もいける。街中、ちょっとキャンプだと寒いかもしれないですけど、街中で着る分には本当風も通さないし、フリースであったかいし、値段も安いしで、非常に重宝したウェアでございます。でこのね、ブラウンも今年の新色になってます。結構ね、いい色ですよね。はい、あとこちらがフリース系ですね。ウラアルミの、フリースジャケットになります。中がね、アルミになってます。で価格が1900円。フリースはね、いろんな種類今年も出ていて、こちらは、私が前回お店来た時に購入したノーカラーストレッチフリースのノーカラージャケットという商品、こちらね、1500円です。安いですね。でもフリースが結構ストレッチが効いてて、非常に触り心地もいいお品になっております。あとこれのシリーズのベスト、私これ買いました。前回980円で購入しました。今回ね、こっちのベージュの色も可愛いなと思って試着したんですけど、いやもうそんなにいらないだろうということでね、購入するのは我慢しました。こちらは、いわゆるもう本当普通のトレーナーですね。ヘビーウェイトプラクティカルパートレーナー、1500円です。こういうね、シンプルなのも1枚あると使いやすいですよね。あとはパーカーですね。パーカー、こちらは1500円です。ヘビーウェイト裏肝フーディー、オイルもね、カーキ、あと、ボルドーみたいな色とか、グレーであるとか、非常に使いやすい、コーディネートしやすいカラーが揃っております。あとこれ前回私が購入した、ワッフルビッグシルエットコマンド長袖 T シャツ。こちらもまだ置いてありましたね。あとこちらメリノールウールが、混合してある、非常にね、あったかくて柔らかい。こちら1500円です。今季のカラーになってますね。ニューカラーになっております。
あとこちらもインナーですね、ヘビーウェイトコットンのオーバーサイズ長袖 T シャツ980円。あとですね、実は、これ新作でニットなんですよ。メリノウールのニットエクストラファインメリノクルーネックセーター1900円で、ついにワークマンからもウールのセーターが出ています。あとこちらはバッグですね、ジョイントチョークサコッシュ、ジョイントということで、あのリュックなんかにもね付けられるような仕様になっています。こちらはジョイントサコッシュですね。こちらも、リュックに付けられるようになっております。でこれジョイントの、バックパック、 YouTuber のね猫丸ちゃんモデルですね。こちら3900円、人気商品でね、あのたまたま入荷したタイミングでした。でこちらの黒は合皮みたいな素材で、こちらは完全防水になっております。これですね、ジョイントバックパックスタンダードエディション。で今度こちらは、コットンビエラチェック柄シャツ、これもメンズです。1500円。なんかね、秋らしいシャツどんどん出てきましたね。でこちらのブルーのは、素材がコーデュロイです。より秋冬素材といった感じで1500円、襟付きのタイプで、あとチェックじゃなくてこういう風にね切り替えがしてあるデザインのタイプも置いてありました。あとねコーデュロイのパンツ1500円安いですよね。あのワークマンのパンツ細い細いっていう方が結構多いかと思うんですが、こちらはちょっとねワイドタイプなので履きやすいかなと思います。あとはこちらはノーカラーのタイプのコーデュロイシャツですね。こちらも1500円というふうになっております。でこれ今回初めて見ました、お店に置いてあるの、ユーティリティウォームベストですね。かなり大きいです。2500円でデザインちょっと可愛いなと思って試着したらめちゃくちゃ大きくてですね、あの残念ながら1サイズのフリーサイズしかなかったので諦めました。夫にもちょっと大きかったですね。でこちらはアルティメット、なんだっけ、アルティメットフーデッドパーカーですね。3900円、もう毎年人気のタイプですね。で今年はこのフードの部分が、ベルベットみたいなそんな素材に変わっていて、前はねあの銀色のアルミが見えていてちょっと恥ずかしかったのが変更になっております。あとねこれすごくいいなと思ったんですよ。あのシンプルなデザインの、まあ、アウターになるんですかね、ちょっとふんわりした着物、ムーブアクティブランニングウォームジャケット1900円ですよ。であとそれと同じシリーズのパンツも販売されていて、こちらも1900円となっていました。あとちょっとねジャケット系、糖質防水防寒木ストレッチジャケット3900円、これは去年も出てましたかね。あの非常にシンプルで中綿も程よく入っているタイプでです。はい、であとはこれ綿リップですね、表面が綿なので多分焚き火の火の粉にちょっと強い感じで、中のライナーが取り外しできるような感じになっております。こちら3900円。柄もねいろいろあって、こういうクレイジーな柄からカーキとねブラックの単色のタイプもあります。こちらがね単色のタイプですね、まあ、ちょっと黒のアクセントが入っています。なんかフリース、ボアフリースになっております。でこちらがレディース商品です。まずちょっとジュニア商品から見ていきましょう。私のコットンキャンパーのジュニアが発売されております。140サイズと150サイズがあって、価格が1900円、大人のものより1000円お安くなっています。あとこちらもベストですね、裏アルミのフリースベスト1280円。ベスト動きやすくていいですよね。あとは、長袖のタイプ、こちらも1500円と、かなりね大人のものに比べて500円から1000円とかそのぐらいお安くなっております。あとは、ウィンドジャケット、こちらが私のフルジップコットンパーカーですね。こちらも1900円、140と150サイズが出ております。あとこちらも新作、レディースの新作です。撥水アノラックワンピースフーディー2500円。ちょっとねアウトドアテイストな感じの配色のウェアになっております。結構若い子が着たら可愛いかなと思う。
あとこちらはレディースウォームキャンプスカート、こちらも去年もね人気でしたね、中が紐になっていて非常に暖かく着れるロングスカート。こちら前回来た時もあったライトプリーツスカートで撥水するんですよね。これね前来た時ピンクがあったのがピンクがもぎ切れちゃってました。あとはこちらは撥水のニットウォームスカート、こちらもねなんだろうペンシルスカートみたいな感じでちょっとまっすぐのラインが綺麗なスカート、1900円になっております。ニットだけど撥水するっていうのがなんかワークマンらしいですね。あとこちらも初めて見ました、ライトレインスカートということで、耐水圧も1万ミリあるので、まあ、いわゆるレインコートがスカートになってしまったって感じでしょうか。ちょっとねふんわり広がるシルエットで柄物もあったりして非常に可愛かったです。1900円。こちらは、チェックの、シャツワンピースですね。1900円。こちらも撥水します。もうワークマンは何でも撥水ですね。もうねカラーもですね3色ありました。チェック柄です。あとこちらもね、人気のダイヤフリースのカーディガン1900円です。去年モデルよりさらに色が淡い感じになってきれいめな感じで着れる感じになっております。こちらは暴風のフリースに、こちらは、カーディガンですね。カーディガンノーカラーロング1900円。丈がねちょっと長めの感じになっております。あとこちら春夏に人気だった、アクトガンフーディ1900円も 秋ということで再入荷しておりました。あとこちらも初めて見ましたね。レディースの、ストレッチモックプルオーバー1500円。ちょっと襟元がねふんわりしている感じので、ちゃんとなんかあ紐になっていてインナーなのにポケットついてるところが何ともワークマンらしい、そんなインナーです。はい、じゃあちょっと靴見ていきましょう。望遠キャンパーモックが入ってましたね。1900円になってます。キノコが飛んでも燃え広がりにくい、そんなシューズになっております。防油加工がされております。あとはですね、ウラボアライトスリッポンも入荷しておりました。中がねボアになってて非常に軽くて歩きやすいシューズになっております。1900円です。あとはかかとが踏めるモックシューズもありましたね。これは今季の新作、何柄っていうんでしょうねこういうのあと防水フロストシューズ、こちらも入荷してました。1900円でこれ防水なんですよね。これね実はまだ1回も履いたことなくて、なんだろうちょっと個人的にあんまりデザインが好みではなくて、なんだろうなんか惜しい私の中で惜しいシューズ。あもうねブーツ系出てました。これねタウンブーツですね。去年よりもさらに内側がブラックアルミが入って暖かくなってます。私この冬、去年の冬かひたすらこのブーツ履いてましたね。あとこれも新作です。防水のサファリシューズの中に、ファーが入っております。より暖かくなったモデルで1900円。以前はねこのファーが入ってないモデルしかなかったんですが、冬でも履けるようになってます。中のね柄もね可愛いですよ。これね冬キャンにも良さそうですよね。雨冬キャンとかね、あとは防水のフェストブーツ、長靴ですね。私もこれ購入して履いてます。2900円。あとはケベックブーツのロング、そして、ケベックですね、定番のケベック1900円も品揃え豊富に置いてありました。というわけでいかがでしたでしょうか。9月上旬のワークマン、もういろいろね秋冬も出てきてます。人気商品はすぐね売り切れてしまうので、ぜひですねお早めに店舗に行ってみていただければなと思います。今回夫の服を購入したんですが長くなってしまったので、購入品については次回の動画でお見せしたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。ご視聴いただきありがとうございました。動画が役に立った、面白かったという方はぜひいいねチャンネル登録お願いいたします。ブログをメインにやってまして、ちょっとキャンプで検索か概要欄のリンクから、ブログアクセスできます。その他ツイッター、インスタもやってますので、こちらもフォローよろしくお願いします。